インスリンショック療法を受ける患者インスリン、ショック療法とは、かつて行われていた統合失調症の治療法の一つ。オーストリア出身のアメリカ合衆国の医師マンフレート、ザーケルがショック療法として1933年に提唱した。患者に対し、空腹時にインスリンを皮下注射し、強制的低血糖により、ショック状態と昏睡を起こし、1時間後にグルコースを 首静脈に注射し覚醒させる。医療事故の危険性もあり、抗精神病薬の開発が進み薬物治療ができるようになったため、1950年代以降は廃れる。その後も中華人民共和国やソビエトなどで1970年代まで行われていた。MJ セイクルザクラシカルセイクルショックトリートメント A リープレイジルイン F マルティ アイベネス・エトール、ザ・グレート・フィツヨ・ダイナミック・セラピーズ・イン・サイカイアトリー、アンヒストリカル・リー・プレイジル、ニューヨーク、13-75、富士スオ。抗精神病薬出現前の治療法、パブリック・ヘルス・リサーチ・センター、2012年1月31日閲覧。コリーノスキー、LB、ザ・ディスカバリー・オブ・ソーマティック・トリートメント・イン、サイカイアトリー、 コンプリヘンシブ再開アトリー21428435ドイ10.10160010 10 10から 440x9044 から9プミド700万433ありがとうございます